そう、石川県のやつですよね。そう、近くの人大丈夫ですか？大阪もね、ちょっとだけ揺れたらしいです。そう、でも2とか1とからしくて。そう、またね、石川県が前髪がキモい。昨日逃げらず行ったけど良すぎた。いいな行きたかったよ。直接見たかった。ほんまにもう最前じゃないな5列目のど真ん中あたりで見たかった。バラエティ放送局おもろかった。ありがとうございます、ね、そう、昨日ね放送されたからスポーツテスト後輩見ました。ありがとうございます。あの皆さん、今のクマのイベントのやつをもう30万ポイント達成したから、あの何だっけ、何グラの表高の方をお願いします。昨日タリーズでママ見かけました。うん、まあはい言ってたので昨日一昨日ぐらいかなにはもう達成してたんですよ。そうで、ヤバダコお願いしますって言ったけど、昨日目のすごかったね。びっくりした、ほんまに。学校終わってさ、学校あんま、その学校は雨降ってたら、廊下もう廊下窓あるんですけど、窓濡れてあんま外の様子見えにくいんですよ。見えへんのね。だからあの、そんな降ってないやろって思って、ほんで外出てみたらめちゃくちゃ降っててびっくりした。うん、こんながっつり降るんやと。全然知りませんでした。そう、結構揺れてたらしい。昨日からカチュッパでおしめ面ガチャ始まった。あー、そっか、もう週末ちゃうわ、月末ですもんね。飛行アミちゃんの腹筋がぐねぐねですよな、びっくりした。そう、アミちゃんのやつ抑えてたんやけど、達成おめでとう、ありがとうございます。ということで、昨日にぎらずノースリーブ、ノースリーブス朝なのよ、朝にゃの BIS オーディションと、あ、ビズかオーディションと同時にやってやばかった。そっか、なるほど。だから朝、珍しく朝やってんのか、今オーディションやってるから。そう、今日今始めるときにさ、朝にゃやっててさ、あれ朝にゃいつも朝やってたっけって思って。そっか、オーディションあるからか。頑張ってね。で、皆さん、ヨーダコ
くたくさんください。ごっか、あれクマって無料でもらえんのか、なんか達成したら。あ、タツニヤさんがヒョウ柄投げてくれてる。ヒョウ柄、ん？タコ？名前間違いごめん、ゆあみちゃんね、びっくりした今、誰やねんって思って。いいよ。なんかヒョウ柄ダコを一番多くもらった人がまたあのスナングラの得点と同じ得点をもらえるっていう。そう、わいっぱいの、いっぱいヒョウ柄、ありがとう、ヒョウ柄クマティさん、ヒョウ柄たくさんありがとうございます。神奈川夜からザーザー、あ、そうなんや、関西、関東も降ってたんや。そう、てか県のさ、もうあれです、あやみの天気予報が嘘つきすぎて信じられへんくなっちゃった。明日にやまるくん、いっそやで、早くない？ 1 ヶ月経つの早くない？だから明日でにやまる会議始めて1周年になる。今回のみちゃんのカードめちゃめちゃ可愛い。え、今回のみ、あ、な、なんやったっけ、何の衣装ですか今回って。パジャマやつかな。てか今日あれ目覚ましテレビ見てたらさ、朝天気だけ見てるんですよ。そしたらさ、と関東、関東の最高気温が20度とかやってびっくりした。夏やん、ほぼ。でもね、昨日ね大阪も最高気温19度とかだったんですよ。やのに雨のせいで雨のせいでね、あの体感気温が14度とかやって、もうせっかく久々にあったかいのに、なんで雨降るんって思う。雨のせいでさ、寒く感じるし。あー、白いもかもかなつ、あれやな、パジャマやな。もう雨のせいで全然寒かったし、冬の雨ってさ、湿気感よりも冷え感の方が強いよな、やめてほしい。ファインルってスタッフの笑い声もがっつり入るから好き、わかる。さ、カメラのさ外でめっちゃがっつり笑うやん、カメラの近くで、だからめっちゃ入るよね。ピザオーディション確か明日までの3日間やけど、今こういう公演してきて頑張れ。誰がいるんですか NNBあれってあれやんね、確かそのミスって10期生だけやったっけ。あれ NNB 他誰かいた。頑張ってやさんや。何、確かあれやんな、3位ぐらいまでやんなミスって、あみの記憶の中では。また一人一回、なーの話してるやろ、ここ人数なんか
じゃあ一個でもいいからお願いします皆さん。まだ一個も投げてないよって。これってあれやんな、一日一個トータルで、トータルでか。さすがに。また一人一回なのって、そういうことなのね。おっと、作業は7時で配信終わって30分二度寝するとか言ってたけど寝坊しそう。7時半まで寝て、ほら二度寝太郎や。明日に生まれ変え映画が月のスピード早いね。ね、めっちゃ早い。気温乱高下やね。ね、なんで急にまたこんなさ激しなった寒暖差。もう普通今の時期ってさ、もう11月の下旬ってさ、どの年も冬に差し掛かってる時期じゃない。急にあったかなるやん。うん、なんやろね。風強いと体感温度下がる。そう、下がる。マミの天気予報、体感予報までちゃんと書いてくれてるから、それはねありがたいです。一日の体感気温、今日雨じゃなくてよかったよ。確かに医療日のせたいもんね。よかった、今日レプのお祝いみんなしてあげてね。お洗濯物も湿ってるのか冷たいだけなのか、え、わかる、めっちゃわかるねんけど、雨の日のな、冬の雨の日の洗濯もマジでわかりにくいよな。寝る日朝にはだけ、あ、そうなんですね。あれ、何だっけ。そう、でもうちはあれですよ、あの冬って寒いじゃないですか。乾きにくいから浴室乾燥を使ってます。冬の、冬じゃない、お風呂の。定番のとこにありますよって。あ、ヒョウガラさん、ヒョウガラさん、ヒョウガラさん、ヒョウガラタコさん、推しのミルの卒業したから見ておしますね。え、ありがとうございます。やったね。ミルルさんの卒業行ってましたよ。あの上の方やったけど、あの上2階とかやったけど、めっちゃ真ん中の方やったから、もうめっちゃ見やすかった。すごく見やすかった。もう望遠鏡かこうやって見てさ。今日は朝から病院2カ所2カ所頑張って。地球温暖化じゃない、地球温暖化ってさ、そんな寒暖差も激しくなるの？ただ単にあったかくなるだけじゃなくて、ヨガタコは現在32個で西山が1位です。えー、すごっ。でさ、ちょっと1人1個、え、これってさ、もう日またいだらリセットとかないやんな多分。ほんまに期間中で1人1個までやんな多分。
それさ、ちょっとこれ投げてくださった人数なので一個だけでもいいのでよろしくお願いします。タコさん、お願いします。昨日の公演で歌ってた HKT のキサマツしかないでしょうか。初めて聞いたけど結構好きかも。わかる、あれを若谷さんがやってるのがマジで好きです。大好きです。はい、若谷さんがキューマートの頃にねセンターでやってたんですよ。もう大好きじゃあね、仕事行ってきます。いってらっしゃい、頑張ってください。噂によると10期生もアメモノのメンバーが多いらしいから、さらば人形公演も目が、確かにその子が出る時はね、でも生誕祭の時雨降らんよな雨の日のイルミネーションって水が反射して綺麗、さらにキラキラできるよ。確かにあのイルミネーションを撮る時とかやったら結構良さそうですね。イルミネーションと自分やったらむずいけど、495、あと5日。猫好きで大型オイラも、え、一緒やん、すごっ。温暖化説、寒冷化説、なんでどっちもいらんで夏だけさ、あの夏だけ涼しくなってもろて、冬は暖かくなって、お願いから。やばい、1時しかない、やごめんよ1時、ありがとうございました。ウォーターフェスのヒョウ柄クマと同じシステムなの。そうらしいです。すいません、キスしませんか。もうその若いのさんが大好きなんです。嬉しい、気持ちいいよね、わかる。投げたよ、ありがとう。バタトラさんって早速略してんのおもろいねんけど今日変えたばっかなんだよね、今の名前ヒョウ柄タコやっと見つけたので投げたで、ありがとうございます。西山が32個、アサニャが26個、あやみちゃんが17個。おお、せめて2位には行きたい、お願いします。32も半分は切りましたね。嘘、半分ぐらいか、今ちょうど半分切ってるか。16やもんな、ん16、うん、夏しんどいわ、そう、かる。ヒョウ柄の竹のタコ、ヒョウ柄の竹、ヒョウ柄のタコ投げといてありがとうございますと。そろそろ学校なので、ヒョウ柄とかの竹どこ言うのね、マミも知りたい、どこ、みんな会社行ってきます、みちも頑張って、ありがとうございます、頑張るわ。さっき投げたよ、ありがとうございます。屋さん、そうやで、寒っ寒っみんなそのヒョウ柄タコさんのランキングってどこで見れるんですか。ナングラの X ポストでランキング1は見れます。ほえ、寒いということでそろそろ学校の準備をするので男女を読みますはい、13位炭酸せんべいさん、ありがとうございます。12位ゆやゆよんさん、ありがとうございます。11位ジョーさん、ありがとうございます。10位のののの田さん、ありがとうございます。9位さとくんさん、ありがとうございます。8位たかまささん、ありがとうございます。7位柳さん、ありがとうございます6位おでん屋さん、ありがとうございます。
5位宝野さんありがとうございます。4位正規さんありがとうございます。3位ヨッシーさんありがとうございます。2位、ヒートルさんありがとうございます。そして1位は安部さんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。右上の王冠マークで見れるんやって。あ、見れるやん、ほんまや。そうなんです、スクリーンに合わしないといけないので。あみちゃん64位で1位になりましたよ。ま？え？今の一瞬、え？今？マジで？びっくりした。やったー、ありがとうございます。やったね。え、でもこれってさ、今日投げた人が明日投げても意味ないよね。前回のシステム的にいくと、だから前回みひょうがらくまさんじゃなかったから分からへんけど。すごっ、やったやった、バイ、ありがとうございます。皆さんびっくりした、さっきさ17個やったのにさ、もう一気に64個。期間中1個までやんね。ね、だからいろんな人、夕方とかにやるのもありやな。朝はね見れる人限られてくるし。今日何日、27だか、何曜日、水曜日マジで何も分からへん。安部さん、あめちゃんのおねだり威力ね勢力、威力か、威力やな。すごい、やった。この女の子かわいいね、アバター。早くアバターガチャもう一回来てほしいな。あれめっちゃ楽しかってんけど氷だこで、そう、焼肉ゲットです。1位になったら氷だこを もらった人数がみんなの中で1位になったらわあやみはひょうだこにしようてんちゃんはひょうがらくまさんじゃないですか。だからあやみはひょうがらたこさんに愛された女になります。焼肉配信、焼肉屋で、あれってそう、お食事券やから、あ、どうすか、お持ち帰りとかもあんのか。お食事券のお持ち帰り、お食事券でお持ち帰りして、待って、天目じゃなかった、あーもう普通に書いちゃった。まあいいや、可愛いから、可愛いから、よし。ちょっと全体的に白いからわ、分かりにくいな。まあいいや、可愛いし。真鍋アンジュさんですね。今度一緒に B2 コアに出ます、楽しみ。トゥ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 
合ってるか。待って、48書くの忘れてた。下に書きます。よしはい、じゃじゃん。今日の1位は安部さんでした。ありがとうございました。バチ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 。アンジュさんは出たことあるの、一緒には。うん、確かナンバラにも一回出たことある気がする。はい、ありがとうございます。 B2 公演に一緒に出るのは初めてです。楽しみですね。はい、ということでありがとうございました。また明日も同じく7時からなのでよろしくお願いします。んで、明日はあれです、にやまる会議なのでよろしくお願いします。そう、5日の公演出ます。アンジュパイセン、そう、アンジュパイセン、リオピセ抱いてきます。お、いってらっしゃい。さくらさんはね、一番最初の12月の方のあれに出たことで、あの12月の方の B2 公演で一緒に出たことがありますね。はい、ということで明日はにゃまる会議よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。